めっちゃ楽しい夢やなんでいいよいいよって感じで帰ってくるいつの顔がもらっとこうすごいそれでは扱います。13時にご出発いたします。ぜひぜひ招待地の方々に行ってきますのご挨拶をお願いいたします。行ってきます。ありがとうございます。行ってきます。行ってきます。それでは改めまして皆様こんにちは。本日は京都定期観光バス使います京都にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。また乗車時の消毒にもご協力いただきましてありがとうございました。弊社では感染症対策といたしまして毎朝乗務員の検温にて体調管理を行っております。業務中はマスク着用のためお気苦しい点もあるかと思いますがご了承くださいませ。またお客様におかれましても乗車中はマスク着用のご協力をお願いいたします。それでは日本一通気性に優れたスカイバスならではの旅をお楽しみくださいませ。それではお待たせいたしました。横断歩道上を2回くぐってまいります。街灯がご覧いただけますが街灯の上の傘の部分何かに似ていると思いませんか。実は三重の塔や五重の塔の一番上のお屋根と山林をイメージして作られているそうでございます。やはりこういった風に街灯の先の先まで空と一緒にご覧いただけますのはお屋根のないスカイバスならではでございます。それでは左手の方に本日最初のお写真スポットでございます。信州交渉派の本館交渉寺でございます。長く本館寺に属しておりましたが明治9年に交渉寺から分かれ一家を出したお寺でございます。そのまま左手こちらの御門から動き出しましたら左手の方に東急ホテルさんが見えてまいります。
そちらもベルボーイさんが赤色のスカイバスを見かけると手を振ってくださることがございます。本日はどうでしょうか。ぜひバスが動き出しましたら左手の方ですね、皆さんで手を振ってアピールの方もお願いいたします。それでは左手ベルボーイさんいらっしゃいますか。いらっしゃらないですね。ちょっと今お仕事中ですかね。だいたいいつも 85% くらいの高確率で手を振ってくださいます。ちょっと本日はお仕事中ですかね。もう少しバスの方は堀川通りを北へと進めてまいります。1時間の短いお時間でもございますが、ご縁ございまして皆様のお供をさせていただきます。乗務員をご紹介いたします。まず今皆様から全く見えていない下の方でハンドルを担当しておりますのは明星観光バスの寺田運転士、そしてアテンドは私田村のぞみでございます。まだまだ未熟者ではございますが、一生懸命ご案内させていただきますので、運転手ともどもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。普通のバスとは違い後ろの方からご案内をさせていただきます。さて先ほどから通っておりますこちらの堀川通り、昔は右手に堀川という川が流れておりました。しかし今は地下に水を掘って水を通しているんですが、さらに進んだ御池通りから北は観光用に川がそのまま残されております。また通っておりますこの辺り、京都の伝統産業の一つ友禅染めの発祥地と言われているところでございます。昔五条の貧しい学校宮崎友禅という方があるお金持ちのお嬢さんに恋をいたしましたが、そのお嬢さんには親に決められた結婚相手がいたそうでございます。ですので友禅はその恋を諦めてお嬢さんが結婚する際に花鳥の模様を染め上げた着物を送ったのでございます。その模様が当時の人々の好みにたちまち染め増やされ、宮崎友禅の名前を取って友禅染めと呼ばれるようになったそうでございます。二条城でございます。幅の櫓東南積み櫓と申しまして重要文化財に指定されております。そのまま左手大きな御門が見えてまいりました。こちらが二条城の正門、東大手門でございます。受付のお姉さん方も手を振ってくださっております。まだまだ左手二条城が続いておりますが、こちらの二条城、正しくは御通宮二条城というお名前でございまして、今から410年ほど前の慶長8年に徳川家康が京都を守り将軍のお泊まり場所とするために建てられた平城でございます。ですので戦いのために作られたお城ではございませんので、ご覧のように石垣も低く、またお堀も浅く作られております。また三代将軍家光が御水の天皇をお迎えするためこの二条城をその後大改造されたと言われております。しかし豪華を誇りました二条城も火災や雷のためにお城といえば天守閣と言われておりますが、残念ながらその天守閣も雷で焼失いたしましたので、現在は国宝の二の丸御殿に昔を忍ぶばかりでございます。こうして二条城は265年の間にたびたび移り変わりましたが、ついに牽制つきた徳川氏の末路を告げる幕府大詰めの場となったのでございます。しかし時は慶応3年10月14日、徳川15代将軍慶喜が
政治を朝廷にお返する決心をつけられたのでございます。それが有名な大政奉還でございます。それではバスは二条城とお別れをいたしまして、まもなく右に曲がり丸田町通りを走ってまいります。こちらの丸田町通り左手の方にまっすぐ進んでまいりますと、もみじの名所嵐山へと通じております。ただちょうど今右手下の方に流れている川が先ほどご紹介いたしました堀川でございます。堀川の向こうの方に細い通りがご覧いただけますが、こちらを東堀川通りと申しまして、明治28年2月1日に開通いたしました。我が国最初の路面電車が走っていた通りとしても知られております。それでは下の流れが堀川でございます。こちらの丸田町通り、先ほどの堀川通りと比べますと道の幅が狭くなっておりますので、より建物や電線電柱を近く感じていただけるかと思います。まもなく鎌田通りという広い通りを横断いたしますが、その際左手欅並木の奥に京都府庁がちらっとご覧いただけます。前方の信号から左手奥、京都府庁でございます。江戸時代には幕府の出張所とも言われる諸子台があったところでございます。現在主に使用はされておりませんが、予約をすると結婚式場としても使われることがあるそうでございます。今通っておりますこちらの丸田町通り、昔は春日の工事というお名前でございましたが、京都御所造営の際に諸国からたくさんの丸太が運ばれてきてこの通りに積まれたということで、いつしか丸太町通りというお名前に変わったのでございます。面積は90万5400平方メートル、27万4000坪で、中には京都御所、戦闘御所、大宮御所、京都迎賓館などがございます。また明治の初めまで近衛家、一条家、九条家などお公家様のお家が建てられておりました。しかし都が東京に移りました際、公家さんたちも東京へとついていってしまいました。ですが明治家だけはお留守番役としてこの京都に留まったと言われております。そんな冷泉家のお屋敷のお隣をこの先スカイバスは通ってまいります。まもなくバスは右に曲がりまして、今手川通りへと入ってまいります。反対左手にまっすぐ進んでまいりますと、学問書道の神様菅原の道真をお祭りする北野天満宮へと通じております。それではこちらから左手冷泉家のお屋敷でございます。冷泉家は1790年に建てられ、我が国に現存する唯一の公家屋敷で、1982年国の重要文化財に指定されております。また反対右手塀の中が桂宮邸跡でございます。桂宮邸は現在二条城の本丸御殿へと移行しております。もう少しバスの方は上越町同志社の間を走ってまいりますが、やはりこういった風にですね、木の枝の一本一本だったりだとか、また葉っぱの一枚一枚まできれいにご覧いただけますのは、やはりこちらのスカイバスならではでございます。それではこちらから鴨大橋を渡ってまいります。
左手鴨川、真ん中に忠野の森、最後が高野川でございます。高野川上流の方には鳳の字もちらっとご覧いただけます。この二筋の川は渡っております鴨大橋の下で合流し、右手鳥の鴨、鴨川と字を書い、一筋の川となって三条から足場へとゆったり流れております。見ていただきました忠野の森には、鴨竹津波の御事と玉より姫を祀る下鴨神社がございます。この辺りから左手前方の方に三角の背の高いお山がご覧いただけますが、あちらが比叡山でございます。都富士というふうにも呼ばれておりまして、標高848メートルほどございます。こちらの山には天台宗の延暦寺がお祀りされております。それではこちらでバスは右に曲がりまして、川端通りを走ってまいります。こちらも少し川風が強い通りでございますので、再度軽いお荷物、お帽子ご注意くださいませ。いつも以上にサバイバル感があるんですが、こちらの方に植えられている木、ほとんどがソメイヨシノ桜の木でございます。ですので皆様お分かりいただけるかと思いますが、春になりますとピンクの桜のトンネルになるところでございます。背の高いスカイバスからですと本当に手が届くくらいお近くで桜をご覧いただけますので、春の時期お花見気分でこちらのスカイバスに乗っていただくお客様も多くなっております。そして先ほどから左手に流れております運河が琵琶湖疏水でございます。我が国最大の湖琵琶湖から直接この京都にお水を引いておりまして、京都市民の命のお水と言われ、明治18年に京都府知事北垣国道が田辺作郎の疎水計画を採用し、琵琶湖と鴨川の間に開かれた約20キロの運河でございます。当初予算は60万円と言われておりましたが、最後に付加された発電計画のために約2倍125万円の工費となりまして、今のお金に換算いたしますと1兆円も費やしたそうでございます。それではバスは大きく右へとカーブしてまいりますが、左手カーブミラーに映ったスカイバスにもぜひご注目くださいませ。ご自分に手を振っていただくのもおすすめでございます。改めて派手なバスということがお分かりいただけたかと思いますので、ぜひこの後も皆様ファンサービスの方をご協力お願いいたします。それでは間もなくバスは左に曲がりまして、岡崎エリアへと入ってまいります。こちらの岡崎エリアも大変見どころたくさんございますが、一番の見どころはこの後左手に見えてまいります平安神宮でございます。こちらから左手の建物がローブシアター京都という劇場でございます。こちらの劇場を過ぎますと左手奥に平安神宮の大天門が見えてまいります。カメラお持ちの方、そろそろご準備の方もお願いいたします。それではこちらから左手平安神宮の大天門でございます。
それではお待たせいたしました。正面の方が平安神宮の大鳥居でございます。高さが24メートル、横の幅が18メートルでございます。ぜひ空と一緒に鳥居を見上げていただければと思います。またくぐっていただいてからも後ろの方をご覧いただきますと、平安神宮の大鳥居とその奥には大天門とツーショットでご覧いただけます。ぜひぜひカメラをインに切り替えていただいてお写真撮っていただくのもおすすめでございます。通っております。こちらの通り平安神宮に通じる神宮道でございます。まもなく横断いたします通りは三条通り、昔の東海道でございます。こちらの三条通りを右手に参りますと、東海道五十三次の西の地点となっておりました三条大橋へと通じております。また三条通り横断いたしますと、道の幅がどんどんと狭くなってまいります。今日一番建物や電線電柱お近く感じていただけるかと思います。また間もなく左手の方に正蓮院門跡が見えてまいりますが、そのお寺の手前に親鸞聖人お手植えの大きな大きなクスノキが見えてまいります。樹齢はなんと800年でございます。ぜひ皆さん800年分のパワーをこれよりいただきましょう。クスノキのすぐ下の方をくぐってまいります。今からくぐります。こちらのクスノキが親鸞聖人お手植え樹齢800年でございます。まだまだこの辺り緑のトンネルが続きます。マイナスイオンたっぷりと感じていただける通りでございます。いいタイミングで鐘の音がこちらのバスの方に響き渡ってまいりました。またこの辺りから左手、全く別のお寺でございます。浄土宗の総本山千代院でございます。まもなく左手の方に千代院の大きな大きな山門が見えてまいります。高さ石段の下から32メートル、山門だけでございましたら24メートル、横の幅50メートル、お屋根の瓦1万枚使用しております。それではこちらから左手千代院の三門でございます。京都三大門の一つに数えられております。上の方にかかっております額にはこのお寺の三号花鳥山と書かれております。こちらの額を下に下ろしますと、なんと畳2畳分あると言われておりまして、それだけに三門の大きさ、よくお分かりいただけることかと思います。大きな千代院の三門をご覧いただきましたが、これよりスカイバスは千代院の小さな小さな神門をくぐってまいります。本当にスレスレのところをくぐってまいりますので、ぜひ届くかなということで手を伸ばしていただくのもおすすめでございます。またこちらの千代院の神門を抜けますと、間もなくで祇園のバス停でございます。祇園で降りられるお客様、お忘れ物には十分ご注意ください。左手に朱色の建物が見えてまいりました。祇園のお社八坂神社でございます。これよりバスは右に曲がりまして、四条通りを走ってまいります。この辺りもですね、京都らしい建物が続きますので、カメラはそのままでお願いいたします。まもなく左手の方に赤色の建物が見えてまいりますが、祇園屈指のお茶屋さん一力亭でございます。昔西郷隆盛なども出入りしたと言われておりまして、現在でも一元さんお断りのお店として知られております。それでは左手一力亭、そのまま横断する通り花見小路でございます。左手進んでいくと祇園甲部のかぶれん城がございます。
と間もなく左手に我が国最古の劇場南座が見えてまいります。お国歌舞伎発祥の地としても知られております。また11月の下旬から12月の下旬にかけては吉例顔見世興行が行われております。それでは左手ちょうど信号待ちになりますので、こちらから左手南座でございます。ちょうど正面の方へ止まりました。昔この四条河原町には七軒の芝居小屋がございましたが、幕末に南座北座の2座と面でこの時期ですね、ゴールデンウィーク頃から9月の終わりにかけて鴨川の床、納涼床が設置されます。一年中あるわけではなくこの時期限定なんですが、そんな床の中で一番規模が大きいと言われているのが、右手川向こうの方に見えてまいりました、老舗料理旅館鶴瀬の床でございます。なんとあちらの方では一度に200人のお客様が同時にお食事をできるようになっているそうでございます。そんな鴨川の納涼床で季節の食材を使ったお料理を楽しんでいただくのもおすすめでございます。これより横断いたします通りが五条通りでございます。右手にかけられております橋が牛若丸と弁慶が戦ったと言われる五条大橋でございます。またこちらの五条大橋の上にある街灯だけですね、ちょっと電気の光る部分、ある何かを模した形をしております。それが実は清水寺の三重の塔をイメージして電気の光る部分がつけられていると言われているんですが、前方の五条通りを左手にまっすぐと進んでまいりますと音羽山の麓に清水寺がございます。ですので五条通りを横断いたします際、左手奥に見えているこんもりとしたお山が音羽山でございます。それでは五条通りを横断いたします。右手が昭和34年に架け替えられた五条大橋、そして左手奥のお山が音羽山でございます。今ご紹介いたしました清水寺と申しますと、やはり清水の舞台から飛び降りたつもりでと一大決心に例えられた有名な舞台がございます。振り一本も使わず見事に高さ13メートルの舞台が組み上がっているんですが、そんな舞台の上から春の時期は桜、また秋は紅葉とですね、桜と紅葉の名所としても知られておりまして、そんな景色と一緒に京都の街を見下ろしていただくのもおすすめでございます。それでは間もなくでバスは右に曲がりまして、吉祥通りに入ってまいります。反対左手に進んでまいりますと千一体の観音様を祀る三十三間堂へと通じております。でこれより渡ります橋が吉祥大橋でございます。橋の上から本日最後の鴨川になりますので、ぜひ鴨川の景色お楽しみくださいませ。最後に京都のシンボル鴨川をご覧いただきましたが、他にもこの京都には3つのシンボルがございます。まず1つ目が本日何度か見ていただきました東山36峰というお山でございます。北は比叡山から南は稲荷山まで36の峰がございますので、東山36峰と呼ばれております。2つ目のシンボルが本日見る機会はございませんでしたが、東の寺、当時の五重の塔も今日の京都のシンボルだと言われております。日本に残っている古い塔の中では一番高いと言われておりまして、高さが57メートルほどございます。最後に
3つ目のシンボルがまもなく左手前方の方に見えてまいります。京都タワーでございます。それではこの辺りから左手前方京都タワーでございます。昭和39年12月に建てられまして、高さが地上131メートルでございます。ちょっと1メートルいらんかったんちゃうかと言われることもございますが、この数にも、数字にも意味がございまして、当時の京都市民の人口が約131万人だったということで、この高さになったそうでございます。それでは左手に京都駅が見えてきたということで、もうあと少しで皆様ともお別れのお時間が近づいてまいりました。本日スカイバスから見ていただきました京都の街はいかがでございましたでしょうか。いつもと違った発見もあったんじゃないかなと思います。本日皆様はぐるっと一周ドライブコースにご参加いただきましたが、他にも季節限定でいろいろなコースを走らせております。春の時期だと桜のコース、また夏の時期だと祇園祭りコースだったり、京五山の送り火コース、冬の時期はロームのイルミネーションを駆け抜けていくような、そういったコースもございますので、またぜひ違った季節にもスカイバスにお越しいただければと思います。それでは降りの際、お忘れ物には十分ご注意くださいませ。バスが完全に止まりますので、もうしばらくそのままお待ちくださいませ。失礼いたします。